こんにちは、あすかです。今日は焼かないドーナツに挑戦します。喉が鳴りました。それではスタート。ドーナツ今まで開けたこともないので初めての挑戦ですね。これをよく混ぜ、よく混ぜないと焼いた時にね、そのまま砂糖が入ってたりする場合もあるんで、よくよく混ぜます。これの正式名称って知ってます？私は泡立て器でいいんですかね。前からずっと気になってるんですけど、気になりますね。はい、ドーナツ型も何もかも、なんかこう絞り袋も買うの忘れた、代わりのものでちょっと頑張ってみます。直でドーナツ、ドーナツしてるのやらお、でもいい感じ、焦らずゆっくりと、お、こんな感じでなりました。今日のあるある、今日は夏休みあるあるですね。ね、宿題、夏休みの宿題といえば初めの方にバーッと終わらせる人タイプか、そのラストでバーッと終わらせるタイプか、ラストに焦るタイプか、あれじゃないですか。ラストに私はバーッと終わらせるタイプでした。かなり焦ってました。ごめんなさい。あるある。はい、まあなんとか完成しました。裏焦げてます。いただきます。焦げすぎたか、焦げすぎたか焼きすぎたかわからないんですけど、クッキーな食感、クッキーみたいな食感で美味しかったです。また作ります。バイバーイ。今日の声真似、ちびまる子ちゃんに出てくる野口さんの声真似。なんちゃってなんちゃって、ふんぷー。ありがとうございました。